さあどうやら今年テレ朝に目標を掲げたにもかかわらず、目標を達成してないトップアイドルがいるらしいですよ。それは即検挙しないといけませんね。なんか警察っぽい曲かけていきましょう。任せてください。ゴー。あー、最近全然ゴルフのスコアが伸びないんですよね。いや、これドラマ相棒エンディング前花の里で色かかってる曲じゃないかお前。さすがテレ朝を意識した音を押し込んだ。ありがとうございます。果たして今年の目標を達成していないトップアイドルとは。どういうことだろう。あ、どうしたね。刑事物といえばこの曲。それごと消えたんだ。誰？港町から。はいはい。あ、最初の最初の容疑者は日向坂46佐々木久美。雑誌レイの専属モデルやバラエティ番組で MC を務める2021年大活躍のトップアイドル。ああ、この2021年、はい、何かやり残したことはないですか？ないです、ないです。え、はい、え、うん、え、あなた以前インタビュー取材でこんなこと言ってましたね。こういうとこ旅行に行けるようになったら行きたい場所について函館を挙げ、夜景を見てラッキーピエロに行ってみたいと発言しましたね。ラッキーピエロ見ました？行っています。行っています。ラッキーピエロってなんだ？ラッキーピエロは函館にしかないハンバーガー屋さんなんです。17店舗あるんです、函館だけに。17店舗、ラッキーピエロ超有名。行くよ、今日ですか？今から行きますよ。今から行くぞ。もうすぐにしろ。嘘、これで行くの？スケジュール大丈夫？最終が午後7時40分の飛行機に乗れば今日中に行って帰ってこれます。俺これ好きなんだけど。そうだぞ。いやでもさ、知らないで行くって、ほらほら、気持ちがないというわけで、佐々木久美を連れ出し日帰り函館旅へ出発。なんかいろんな雑誌とかインタビューなんかで言ってることを拾うわけ。これは怖いよ。その時の味が忘れられる。そうなんですよ、まあ、とにかく美味しいっていう記憶があります。はい、ということで函館に着きました。うわ、すげえな。やっと行きました。函館に着いたということで、今日はなんとスーパースターお呼びしております。お、嘘。どうぞ。ほら、来た。ビッグボス。ビッグボス。なるほど、ビッグボス。すごい、ビッグボスさんのものまねやってるんだ。北海道といえば今、僕じゃないですか。でも今日の主役は佐々木さん。はい、だからやっぱり一番楽しんでもらいたいのは佐々木さん。なるほど。だけどもやっぱり僕が一番楽しみます。記者会見で言うだけで似てんのよ。ありがとうございます。仕上がってるな。やってます。ビッグボス来てくれたのはいいんですけども、なんと現在の時刻はなんと16時26分です。はい、でここにもう一回戻ってこなあかんのがなんと19時。やばい、もうすでに時間ないんすよ。やばい、だからもう早速言いましょう。こんな話してる間もないです。え、時間ないから。時間ないのよ、ビッグボス。15年前に時間ないねん。北海道に帰ってきたぞ。いや、マジで時間ないから。誰もない。超多忙な佐々木久美は今日中に東京に戻らなければならないので、函館の滞在時間はわずか2時間半。その間にラッキーピエロと函館山に行くのが今回の旅の目的。ちょっとすでに押してます、はいはい、意味が分かんないんですよ。だって荷物とかの取る関係ですでに予定国を遅れてるんで。ちょっと暗いですもんね。もうすでに暗いですよ。こっからちなみにラッキーピエロまで何分ぐらいあるんですか？3、40分。やばいやん、マジで3、40分。そしてそれぞれの移動時間はご覧の通り、目的地の滞在時間はほんのわずか。限られた時間で函館を楽しみ無事東京に帰れるのか。もう時間ないんで、はい、行きましょう。早行こう。走るの？早く行こう。嘘、もう時間ないから。バス急いで、早く。気をつけてください。ちょっと、それ誰か手伝ってもらえないですか？大変。わきれい、きれい、めっちゃきれい。写真撮りたい、写真撮りたい。こちらが佐々木久美念願の場所、ラッキーピエロ。
遊園地みたい。オリジナルバーガーを求め観光客も多く訪れる函館の人気グルメスポット。そうそう、なんかちっちゃい遊園地みたいなのがある。そうそう、めっちゃ目にあります。めっちゃしんどい。チャイニーズチキンバーガーにします。いいね、はい、お召し上がりでチキンバーガーですね。よっしゃということで、ここの滞在できる時間ですね、うん、残り15分となってます。15分、はい、っていうのもですね、函館山今夜景のピークの時間なんですよ。あ、そうなんだ。だから結構人が並んでるから、もうそれを加味したら、もうほんまにできるだけ早く出んと夜景見られへんのよね。すまんねえなぁ。いや、しゃあないやろ。すまんねえなぁ。しゃあないやろ、それは。あ、来た。さあ、ビールが今、急に。ビールが届きました。かつ下のパンもなんかバンズがごまいっぱい入ってて超美味しそう。いただきます。すごい。食べてみたい。うん。どうですか？念願のラッキーピエロ。美味しいです。めっちゃ。美味しい。このチキンめっちゃカリカリでジューシーでした。なるほど。いや美味しいこれ。唐揚げみたいな。美味しい。わあ合いそう。わあ最高。わあ合いそうそれ。うわあ。めっちゃ合いそうやん。全部ビルの味。全部ビルの味。でもちょっと佐々木さんの食レポ、ちょっと監督指導させてもらっていい？あれ？え？